濁音は自分から見て右に動かします。例えば家業の場合はが、ぎ、ぐ、げ、ごとなります。わかりましたか？半濁音は上に動かします。例えばは行の場合はぱ、ぴ、ぷ、ぺ、ぽとなります。わかりましたか？促音や拗音は手を自分の体の方へ引きます。例えば、つ、や、ゆ、よ、となります。わかりましたか？長音は人差し指で空書きをします。例えば、くーらーとなります。わかりましたか？アイラブ指文字クイズ。わかりましたか？答えはビールでした。わかりましたか？答えはパトカーでした。わかりましたか？答えはブロッコリーでした。10の位を表すときは数字を表現し指を曲げます。10、20、30、100の位を表すときは
数字を表現し、手を上に跳ね上げます。100、200、300、100、200、300。千の位を表すときは、数字を表現し、漢字の千を空書きします。千、二千、三千、千、二千、三千。万の位を表すときは、数字を表現してから万を表します。一万、二万、三万、一万、二万、三万。五のつく数字は親指の向きなどに注意してください。親指を横向きで五、十五、親指を上向きで五十、五十五、親指を横から上に跳ね上げて五百となります。 I love 数字クイズ。わかりましたか？答えは24でした。わかりましたか？答えは1358でした。わかりましたか？答えは76,900でした。